まあ、とりあえず決勝進出おめでとう。ありがとうございます。宮杯とか新能杯って相性いいんだって。そうですね、はい。決勝ってのはそういうレースばっかり。そうですね、はい、そうです、ね。はい、何がいいんだろう。まあ、やっぱり冠が冠なので、うん、身が引き締まってるのか分かんないですけど、はい、でダービーとかでもそういう気持ちで走らなきゃいけないんじゃない。いや、もういつも入ってるんですけど、はい、まあでもね、今回見てると動きもいいし思い切りもいいし。ありがとうございます、ね。はい、もうこの岸和田のバンクはやっぱり走りやすい。そうですね、はい、比較的新しくなってからすごく走りやすいなと感じてます、うん、ね。まあ、ここは先行してもね、パクリに回ってもね、ある程度力を持ってればいけるバンクだと俺は思うけどね。あんまり力がないんでいや、でもね、まあ、こう言っちゃ失礼だけど、年齢の割にはよく頑張ってるなと、うん、そうですね。まあでも北日本はちょっと層が弱いので、うん、まだまだ頑張らなきゃいけないかなと思ってます。いや、もうね、今日も慎太郎だったけど、慎太郎とか成田とかもう安心してつけるみたいな話をいつもしてるしね。いや、まだまだなんで、はい、頑張りたいです ね、うん、ね。この思い切りの良さみたいなやっぱりね、やっぱ体大きいから、先行しててもなんとなく迫力あるよね。そうですね、後ろの人は楽だと思います、ね。うん、でこれ結果出ればね、まあ、今日はどうだったの、組み立てとしては。まあ、取れた位置からっていうのを考えてて、うん、真ん中取れたんで、うん、まあ、しっかりまずは酒井が切ったところが山になるかなと思ってたんで、うん、そこだけはしっかり中途半端しないようにって。あそこはもう無理してでも出ようと。そうですね、はい。酒井が突っ張るとは思わなかった。思ってましたけど、うん、まあ、そこはもう全開でもう足使ってでも前に出ようと思ってたんで、うん、まあ、元々タイプがね、酒井はああいうあそこからそのまま行っちゃうっていうタイプじゃないもんね。そうですね、まあ、でも油断はしないようにと、うん、はい、気をつけてました。まあ、スプリンターだし、まあ、どっちかっていうと熊崎はスプリンターっていうよりは地足タイプ。まあ、自分ではどっちもないと思ってるんで、まあ、しっかりラインを使って走るっていうことを心がけてます、うん、ね。まあ、だから出てしまった方が、まあ、今日はちょっと後ろがもつれて落車とかいろいろあったけども。そうですね、辺のペース配分をちょっともう少しうまくやれば、まあ、事故もなかったかなと思うんで、うん、まあ、でもね、2着権利だから、うん、みんなそういう気持ちで走ってるから、そういう事故って起きやすいんじゃないかなって。そうですね、まあ、そういうのもあって展開が向いたかなと思ってます、うん。まあ、これで、明日ね、またメンバーちょっと分かりませんが、まあ、どっちでも慎太郎がいるし、ね、成田もこのまま行けば上がりそうだし。そうですね、まずは成田さんが上がってくれることを願って、ね、はい、もうラインもできそうだから。そうですね、はい、ね、あと思い切って仕掛けただけとですね、はい、うん。じゃあ明日の決勝戦に向けての思いをちょっと。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ね、まあ、いつも頑張ってるんだろうけどいや、もう本当頑張らないと勝てない。でもそろそろなんか行くぐらいタイトル取ってもいいんじゃないの。そうですね、欲しいです、ね、はい。後ろでもつれてくれて、はい、まんまと逃げ切ったみたいな競争とかまあ、はい、しっかりライン使って走れればチャンスであるかなと思ってます、ね。うん、頑張って後ろ競ってくださいよっていう競争もいいと思うよ俺はそうですね、うん、じゃあ他のラインにも お願いしておきます。そう、誰か粘ってくれって冗談ですいや、それありだと思うじゃあ頑張って。はい、ありがとうございました。